望みは、ここでのトラブルはこれ以上ごめんだから。ミニッツメンに助けを求めたんじゃないのか？ミニッツメン？それってもう解散したと思ってた？通りすがりのトレーダーに知らせておいたけど、正直言って全然期待はしてなかったわ。最近ミニッツメンもすっかり信用がないから。クインシーであんなことをしたせいよ。何か困りごとが？来てくれて嬉しいわ。レイダーたちがここ何週間ずっと悪さをしてる。食料や物資を盗んだり、皆殺しにするぞって脅して奪っていく時もある。奴らのアジトは分かってるけど、ああいう連中とどうやって戦えばいいのか。大丈夫、あのレイダーたちを片付けてやる。ありがとう。あなたたちが心を入れ替えたなら応援するわ。辛い日もあるけど、辛い日さえ前日よりも楽になるんだ。
レイダーを見つけた？ああ、あいつらは始末した。本当に？この辺りでそんないいニュースを聞くのは久しぶりだわ。話し合いの結果、そちらが期待に応えてくれるならミニツメンにまた参加しようということになったわ。お互いに協力し合わなければ世の中は良くならないしね。だから力を貸すわ。何かあったら声をかけて。最後にもう一度礼を言うわ。救助に行ったあの居住地を覚えてるか？あそこはミニッツメンへの協力を約束したぞ。そいつはいい。あんたに任せて正解だった。まあとにかくフレアガンは持っておくべきだ。付近にいるミニッツメンに救援信号を出すことができるからな。使い道はまだあまりないが、味方の居住地が増えればどこでも救助を呼ぶことができるようになるぞ。実はちょっと頼みたいことがある。ミニッツメンの悲劇に関してはまだ話してないはずだ。なぜたった一人になってしまったのかは。本当に最後のミニッツメンなのか？最後ってのは言い過ぎかもな。元メンバーがまだたくさんいるはずだ。クインシーの虐殺に絶望して去っていった連中が活動を続けたのはほんの一握り。そしてついに一人ぼっちになってしまった。クインシーの虐殺とは？あの事件のことをまだ知らない人間が連邦にいるとはな。あの時はホリス大佐の部隊にいた。ガンナーという傭兵集団がクインシーを狙っていたんだ。それで住民はミニッツメンに助けを求めた。でも駆けつけたのは俺たちだけだった。他の部隊はみんな俺たちとクインシーの住民を裏切った。生き残ったのはほんの一握りだった。ホリス大佐も死んだ。だから生存者を俺が率いることになった。落ち着ける場所などなかった。悲劇が次々に訪れ、結局どうなったかはコンコードで見た通りだ。
最後の生き残りになる気持ちはよくわかる。そりゃそうだ。だからこそ力を貸してほしい。あんたならきっとミニッツメンを再建できる。ガービー、そう言ってくれるのは嬉しい。ありがたいね。つまり、やってくれるんだな。よし、やろう。そいつはいい。ありがとう。これでミニッツメンと連邦に新しい夜明けが訪れたな。いつもそばにいるから心配しなくていいぞ、将軍。なぜ将軍と呼ぶ？ミニッツメンのリーダーは常にその称号を抱いてきた。最後のリーダーはベッカー将軍だ。82年に彼が死んで以来、後継者選びで意見がまとまらなかった。最後のミニッツメンになって一ついいことがあったな。誰からも文句を言われず、あんたを後継者に選ぶことができた。称号に見合うだけの活躍ができるかどうかはあんた次第だ。いつもとは少し違う話がある。偵察隊が新しい居住地にできそうな場所を発見した。安全を確保したら無線装置で住民たちに知らせてくれ。あっという間に不毛の地が豊かなファームになるだろう。連邦を取り戻す日が一歩ずつ近づいている。